うわ、みんなこっち、こっちだ。今度はこちら側じゃ一番の品さ。うん、ジェラード知ってるか？町外れの横に住んでて、市場に出身地。ラドビットからの給料が丸一週間も遅れた。しかも刑事を出したか。いかにもシダリスのハンス傭兵隊長だ。殺してほしい怪物がいる。興味はあるか。どんな種類の怪物なんだ。それが分かればな。ラドビットに雇われているんだが、給料の支払いが遅れてる。報酬もなく命を危険にさらすのはまっぴらごめんでね。全く同感だが、俺は怪物の話を聞いている。そうだった。ここで野営を始めたんだが、この辺りに化け物が出ることが分かった。家畜をさらうんだ。地元民を助けようと俺とカート、それにゲルドとヘンクに分かれて辺りを捜索したんだ。ゲルドとヘンクは戻らなかった。何にかは知らんがやられたんだ。これは専門家向けの仕事だ。だからカートと俺で報奨金を出した。誰かが地元民を助け、戦友の仇を討ってくれることを願ってな。崇高なことだ。傭兵にも名誉はある。それでウィッチャーさん、どうする？仕事を受けるか。わかった。どこから探せばいい？ここの南だ。そこで俺はゲルドとヘンクたちと別れた。奴らを見た最後の場所だ。ひどくなってるな。ラドビットからの給料が丸一週間も遅れて。行け！人間か。爪痕に噛み傷、鎧はズタズタだ。他の死体はなさそうだ。飛行する怪物か。二人目を爪で掴んだ。全てを巣には持ち帰らなかったんだな。一つずつ糸口をたどって。痕跡はここまでだ。鳥が地面を片付けたらしい。だが奴らはすでに死体の残りを見つけてる。鳴き声を追えばいい。巣は空っぽだ。食べ残しを除けばだが、軸が細くて羽毛のまばらな羽。興味深いな。アークグリフィンだ。化け物め。
それで何か進展は？怪物は始末した。グリフィン、いやアークグリフィンだった。助かった、本当にありがとう。では報酬を。どうも。次からは被害が出る前にウィッチャーを呼ぶんだな。